ラニエリ・ディ・ボルボイ・コール・デ・シチリエは、カストロ系ボルボン・レ・シチリア家の課長、両シチリア多い請求者、カストロ公の儀礼称号を用いていた。最後の国王フェルディナンド2世のイボテアルフォンソと、その妻、マリーア・アントニエッタの逸尾として、カンヌで生まれる。一時スペイン陸軍に所属していた。1923年、ポーランド貴族、ザモイスキ家出身で、 母方の10枚であるマリア・カロリーナ・ザ・モイスカと結婚した。マリア・カロリーナとの間に一男一女も設けた。課長であった長兄のカラブリア公、フェルディナンド・ピオが1960年に死去した後、新たな課長として一族の大多数から認められた。しかし、老いのカラブリア公アルフォンソが異議を唱えた。時系、カルロ・タンクレーでは、アルフォンソの母である、スペイン王女、 マリアデラス・メルセデスとの結婚に際して、両シチリア王家の継承権を放棄し、代わって、スペイン王子の身分を得ていた。にもかかわらず、アルフォンソは継承権の無効を認めず、自らが課長であると主張した。以後も、課長の座をめぐっては、両者の子や孫の間で継承が続いた。1966年、ラニエリは、息子、フェルディナンド・マリアに、 課長の地位とカストロ港の称号を譲った。アルフォンソの後を継いだ、カラブリアコーカルロとの争いで有利になるよう、計らってのことであった。ありがとうございます。